メネメンとは、トルコの伝統的な料理で、卵、トマト、青唐辛子に黒胡椒や赤唐辛子などの香辛料を加え、オリーブオイルもしくは、ひまわり油で炒めたもの。トルコ風のフェタチーズや、スジクパステルマのようなシャルキュトリーも入れられる。玉ねぎを用いたものもあるが、その是非については、議論があり、朝食ではなく、メインディッシュにする場合に玉ねぎを用いることが多い。 トルコのイズミル県メネメン地区に起源を持つと考えられるものの、トルコ全域で広く食べられている。北アフリカの尺州家とは共通点も多いが、メネメンは卵をスクランブルエッグ状にすることが多い点で異なる。メネメンは一般に朝食としてパンと共に供される。トルコの食文化では朝食が重視され品数も多いが、 メネメンはその中でも中心となる定番の料理である。トマトは細かく菜の目切りにするか、すりおろしておく。望みの食感を得るために、菜の目切りにしたものと、すりおろしたものを混ぜても構わない。まず、青唐辛子と玉ねぎを小鍋に入れ、バターか油でソテーする。アれっぽ唐辛子を加えることもある。玉ねぎの使用には議論もあり、どちらかというと朝食ではなく、 メインディッシュとして食べる場合に多い。著名なユーチューバーのサーニエアンネは玉ねぎがなければ本当のメネメンではないと主張している。スジクを使うなら青唐辛子が柔らかくなった後に入れる。これにより油の風味が増す。その後にトマトを入れるが、スジクは火が通り過ぎないようにここで一旦取り出しても構わない。トマトがトロトロになるまで炒め。 野菜から水が出すぎないうちに卵を入れる。卵は溶いて塩コショウや生のハーブと混ぜておいてもいいし、小鍋に直接割り入れても構わない。パスティルマを使うなら卵と同時に加える。火を止める直前にカシャールチーズやフェタチーズを卵に乗せる食べ方もある。卵は固くならない程度に全体に火を通す。パセリや分けぎを生のまま刻んで入れることもある。料理に使った。 サハンと呼ばれる両手鍋に入れたまま、焼きたてのパンと一緒に食卓に出す。バリエーションとしては、キノコやラムのひき肉を入れたものがある。好みにより、クミン、パプリカ、ミント、タイムなどの香辛料を加える。ありがとうございます。